い、こんにちは。こんにちは。はなちゃんです。ゆるるんです。今回は、はい、じゃーん、ローカルプライムさんより指令をいただきました。じゃあ、みるるん、ミッションの方を読み上げちゃってください。JR 姫路駅から姫路城までにある鉄板食べ歩きグルメを体験せよって書いてます。はい、今姫路駅にいるんですけど、はい、まっすぐね行くと姫路城なのでまっすぐ歩いていこうかなって。見えてますね。そう、今日も綺麗です。では、はい、行きましょう。合ってる？違う？これ？これ？これ合ってる？一つ目のお店の前に着きました。ちょっと1個目の指令を読み上げてもらってもいい？1個目の指令は、姫路の朝食といえばアーモンドトーストって。はい、ということでアーモンドトーストを食べに行ってきまーす。イエーイ。到着しました。アーモンドトーストです。おいしそう。めっちゃね、分厚くて出来たてです。これご飯もいただきます。うん、おいしい。なんかほんのり甘い、そんな感じがする。香ばしくてパンもサクサクだし、あったかいし、冬の朝にぴったりみたいな。完食しました。イエーイ。思ったよりもペラッといけちゃって、めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。1個目食べ終わりました。次は定番のゴザソーロ。食べたことある？ないです。カホこっち来て、そう、食べたことあるんだけど。どうですか、ゴザソーロ。ね、カホ関東の人だから、はい、言い方が違うんだけど、今川焼きとか、ああなんか丸い、そう丸いやつ、そう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 、美味しいですよね。そう、白あんとあんこのやつとってあるイメージがあるんだけど、中に入ってる。そう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 、楽しみ。それをね、今から買っていきたいと思います。イエーイ。買ってきました、はい、買ってきました。カホが赤あんで、私が白あんです。はい、赤あんがね、粒やったと思う、うん、粒のやつ でまだね、出来たてだからちょっとあったかいんですよ、これ。カイロみたいカイロみたいような感じ。いただきます。うん、あ、美味しい。白あんはどう？なんか、私黒あんより白あん派かもしれない。本当？この生地が好きなんだよね。わかる？わかります。なんかパンケーキみたいな、うん、でもちょっとなんか和っぽい感じのするこの生地が好き。美味しいです。あとめっちゃ安かったです。うん、100円しないぐらいなかったっけ？しなかったですね。すごいね、お安く食べれます。学生とかのおやつにぴったりじゃない？そうですね、学校帰りにピッて買って買い食いしようみたいな。うん、今からね、もうちょっと進んで姫路城の方に向かっていきたいんです。次のお店、山里桃子さんに行ってきました。あれ、今日いなかった。いつもね、ここに女の子のね、なんか銅像があって、あ、かぼちドッグとかある。そう、次はね、これを食べます。え、美味しそう。食べたことある？ないです。めちゃめちゃね、美味しいです、これ、うん、次は、城下町ドッグを食べます。やったー。カオこれ大好き。あ、そうなの、ね、そう、休みの日に買いに来て、一人食べるぐらい好き。他にもね、とか練り物のいっぱいあってね、これも食べてみたい。あ、みるちゃん、みるちゃん、この子です。かわいい。中町ドッグ持ってるの。持ってきました。イエーイ。あ、風が強すぎる。よいしょ、よいしょ。いただきます。どう？中にチーズが入ってて、めちゃくちゃ美味しいです。
これもね、買う生地が好き外の生地が好き、美味しい。でも私中も好きです。美味しいです、これ。いただきます。うん、美味しい。中のね、かまぼこがふわふわで、チーズもちょっととろとろでね、美味しいんですよ、これ。これ中かまぼこなんですか？うん。なんか食べたことない人とかね、多分ね、姫路に来たことない人いると思うんですけど、絶対食べた方がいい、これ。そうですね。自信を持って言います、これは。あの、千葉から来た方がいいから絶対間違いないです、これ。でも私、姫路の食べ物とか全然知らないんで、姫路おでんとかも食べてみたいな。はい、食べ終わって、はい、ちょっとね、あまりにもお腹がいっぱいすぎるので結構お腹に来てますもんね。結構食べちゃった。そう、いっぱい食べたからお腹に来たので、はい、お散歩を歩いてる。そう、姫路城がね、今すごいいい天気で綺麗だから結構見えますもんね。そうなの、だから向かおうかなって思います。着きました、姫路城。いい天気に姫路城が映えますね。そう、お散歩してここまで来て、みるちゃんが中に入るの初めてだったので、そうなんですよ、ちょっとぐるっとしながら来ました。実はね、ここの広場があるんですけど、ここは桜の時期めっちゃ綺麗。あ、そうなん、桜と、あの姫路城と、それでめちゃめちゃね、映えるスポットなんですよ。ピクニックしたいです。あ、ピクニックもいいかも。そうです。今ね、大きい通りから1本入ったところにいます。どこだろう。多分ね、あれっぽくない？あれっぽくない？あ、あれですかね。うん、なんかめちゃめちゃおしゃれなお店を見つけたんですよね。え、でもちょっと外観かっこいい。ここだけ海外みたいな。本当だ。なんか気になるのある？え、なんかスイートポテト美味しそうやな。うん。なんかクリームチーズも迷う。あのクリームチーズスコーンにします。アールグレーかな。いつもね、なんか紅茶のやつ選んじゃうんだよね。アールグレーとくるみのスコーン。くるみも大好き。美味しそう。チョコチップクッキー、絶対美味しいやつ。これが人気ナンバーワン。プレーンスコーンで、こっちがナンバー2、チョコレートチップスコーンです。今ね、商店街の中を歩いてるんですけど、はい、ずっと気になったお店があって、姫路タンメンって、あの、ちょこちょこ話題に出てくる、気になる。そう、姫路タンメンです。種類がね、いっぱいあって、野菜の量とかも選べるみたい。1日に必要な野菜は約350g。野菜足りてますか？ということで。足りてないと思う。足りてない？じゃあ足りてないから多いのにしとこう。多いのにして、硬いのも結構する。はい。仕上がり方。え、すごい。ちょっとこれ見ながらと食べてみる。じゃあ注文していきたいと思いまーす。イェイ。届きました。すごい大きい。お願いします。でででで、生姜です。で、味変として生姜醤油も使ってくださいって言ってました。はい、これが生姜醤油です。それではいただきます。うん、はい。え、めっちゃさ、なんか、なんじゃない？なんか薄味でも、そう、あの優しい味で、なんか、こんだけいっぱいあっても、全然食べきれちゃいそうな。なんか野菜やから、あんまり、なんかむってしないし。うん。顔、塩味の、お腹いっぱいでも食べれる。塩味の麺類大好きなんだよね。え、これめっちゃ美味しいです。生姜醤油。なんか味が急に濃くなるんですけど、めっちゃみりんの味がする。すごいピンポイントな。
けた方が好み？かけた方が好き。でもなんかさ、あれじゃない？あんまりさ、生姜醤油かけたりしなくない？かけないですよ。なんか、かけたことないですか？そう。なんか姫路ってさ、姫路おでんとかにもさ、生姜醤油かけたりするじゃん。そういう文化なのかもしれない。そういう中に、すった生姜がいっぱい入ってて、それどうやって食べたらいいんだろう。食べ方書いてあったじゃん。なかった。食べ方書いてあったじゃん。その1、野菜の旨味と優しいスープを麺と一緒に食しました。その2、添えた生姜を溶かしすっきりと味深で箸休め。なるほど。添えた生姜を溶かしながら溶かしながらすっきりとした味で箸休め。ありがとうございます。うん、生姜の味ですごいね、さっぱりする。最後に特上の自家製だって、これ自家製生姜醤油入れれば旨味もキレもいつもグーンと最後の一口まで食せること間違いなしだそうです。みるちゃんは一口目からその3に行きました。早かった。すごい飛び出してったわ。ミルちゃん生姜醤油の虜になりすぎてる。生姜醤油めっちゃ美味しい。私これが一番なんか濃い味が一番好きなんで、その3が一番好き、はい、生姜醤油。エカオホは多分ベースでこのノーマルの状態食べて、ちょこちょこ生姜醤油とかこの生姜を入れるのが好きかも。全部全部、そう全部食べます。はい、ということで完食いきました。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。めちゃめちゃお腹いっぱいになった。お腹いっぱいになった。ずっと食べてたから、そうずっと飲んでて体が一気に温まった。はい、ということで今日、はい、もらったミッションで食べ歩いてお散歩もして、はい、姫路を満喫しましたけど、何か今日思い出残ったことあります？なんかどれも美味しかったんですけど、うん、城下町ドッグが一番美味しかったです。おー、今日ね、みるちゃんいろんなデビューしたから、はい、カホは一番最初に食べたアーモンドトースト、あ、あれ美味しかった、ね、あれ美味しかったね。ゴザソウロも城下町ドッグも全部カホも好きなものだったから、すごい美味しかったです。嬉しかった。まだまだ姫路にはキソバ、駅そばとか穴子料理とかいっぱいあります。いっぱいおすすめしたい料理がございますので、はい、ぜひ気になった方は、はい、高評価、コメントで教えてください。よかったなと思ったり、参考になったと思った方もチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。